ウィン。ハロウィンっぽくない。やっほーん。ちょっと急いで急いできました。あんま見えないよね。感じです。これはこれが1位でした。アイドル衣装っぽい。髪はおろしにしてみた。耳かけもしてないけど、イエーイね。衣装でありそうだよ。4回着替える。4回着替えません。ちゃんとメールもね送ったよ。ギリギリセーフで。4回も着替えたらもう洗濯物が大変なことになる。そういう問題みたい。そうよ。そういった問題がありました。むずいな。なんかむずい。こんなん。確かにベレー帽です。怪しいシャッター音。なんか投票機能を使ったからこれを、あ、どうせだ、結果をシェア、結果をシェア、これでいいのか、なんか分かんないな。結果をシェア、いや、ここでこうしてみて、いや、ちょっとあれな、ちょっと一体こうして半袖だよ。一回こうしてみーの。カラーのこうですね。いや、おかしい。いいか。うん、いいか。よし。というわけで。そう、これ私服じゃないよ。私服っぽいかもしれないけど、ぽいか。ハロウィン、なんかこのメイドさん、ちょっと見えない、メイド服か、制服か、キツネキツネか、チャイナかで、4択で選んでもらって、結構ぶっちぎり
でもないか。結構全部平均的だったけど、まあ、一番多いのはこのメイド服でした。第2位が、チャイナでした。チャイナ服でした。なんかいや全然そういうつもりなかったけど、チャイナ服があの一番下4番目だったんですよ。だから4番目って一番こう少なくなりがちじゃないですか、多分3番目4番目が。なのになんか結構強くて、なんかチャイナ強くないと思ったけど、チャイナ勢頑張りましたね。おもろいんだけど、チャイナ意外と間ね、あのギリギリで選ばれんね。ギリギリ選ばれん。いやでもメイドさん人気ですか皆さん。あでも制服もさ、人気だけどね。とりあえず全部今日は人気だったんですよ、選択肢。意外と多いんですね、やっぱり。よいしょよいしょ。押し直しできない。うん、あれは一回押したらもう押し直しできない。今から選び直したら何する？ちょっと引き。メイドさん、この格好でオムライス作るべきやった。ウィンク。こういう衣装あったら可愛いね。確かにエプロンとも、エプロンっていうか、まあ、エプロンとも言えるくない、これ。なんかエプロン好きな方。エプロン好きってなんだ。あら、モモベリーさんありがとう。かぼちゃくまやんだ、可愛い。ハロウィン、こういう衣装でもあるよね、 AKB さんとか。よいしょよいしょ。写真来ました。明日から、ま、あの11月メール始まりますので、確かになんかちょっと研究生っぽい服装？衣装っぽい？かぼちゃくまやん。ハロウィンどう？楽しんでる？楽しんでる？2024年10月、もうハロウィンか。今年のハロウィンはスペシャルハロウィンだったくない？最高？ハロウィン最高？
そうだよ、もうこんな日あるんってぐらい。はい、よいしょ。ショールームみんな仮装してる？みんなではないか。世界中がね、ウィリーさん、かぼちゃくまやん、ありがとう。顔と一緒に。ありがとう、サーヤンかわいい、I love you。 ありがとね。はは、最近コスプレ多くて嬉しい。コスプレ、あ、ハロウィン期間多いよね。ちょっとこれね、めっちゃ落ちる。クリップで止めれたらいいんだけど、後ろがおかしいのか。後ろさ、あんま見ずに来たんだよね。うん、急いでて。エプロン、うん、なんかでもそう、これなかったらね、なんかなかったらなかったで制服っぽくなる。あとこのベレー帽しなかった、なかったらなかったでも可愛いんだよね。ただこれしたら急にメイドさん感が出るという。あ、パティシエ、確かにパティシエこんな可愛い。ケーキ屋さん。何のケーキにしますかって。イエーイ。そう、これも取れるんだよね、リボン。あったが可愛い、ね、イエーイね、パティシエさん。正座しちゃう。めっちゃいい。かわいいやつ、かわいい、これ似合ってる？おお、すごい。え、エリカちゃん、ありがとう。久しぶりって、久しぶり。ありがとう。エリカちゃん、ね、エリカちゃん、はははは、は、会いたくなってよかった。ありがとう、嬉しい。
ハロウィンに帰ってきました。これこのコスプレいろんな要素があるね。エリカちゃん、エリカちゃんありがとね。パチパチ。また会おうね。あへはへはへ。また来てん。最高に可愛いです。よいしょよいしょ。こそう落ちちゃうんだよね。肩落ちる肩落ちやすいよね。肩落ちやすい。これはきっと誰でも落ちやすいのよ。音もよくない？引きになりすぎたらちょっと暗くなっちゃうけど。もう少し引き暗くなっちゃう。史上最強に可愛かった。ありがとう、嬉しい。なんだコスプレ？メイドさんです。それはどうなってるんだ？私も分かんないな。なんで分かってないん？どうなってるんだ？確認できる？分かった。中に入ってる。嘘左のフリフリバグってるバグってた見てないんだよね私できないもんね一回見てみよう。ちょっとこうしてよいしょ。これどうなってんだ。これがこうなった。あ、本当だ。なんかおかしいね。これがこうなってるから、なんでここにあるんだっていう話ですね。これ取れる。これがこうなってるか。こうだな。ねじれてた。あ、ねじれてた。ねじれてたわ。そういうことか。で、だからこれは違うね。完全に間違えてる私。これを以前つけた時
以前つけた時の私が完全に間違えて、よしこれでできるんじゃない。でもさ、これもしかして今ね、今こういう風にやってるの。でももしかしたらこうやってこの説あるよね。この説あるよ。待って、そうしてみる。そういうことじゃない？クロスじゃない？後ろは分かったよ。だからこれは直脱できる。違う？でこれをこっちがあれ？なんか、漏れが、あれ？ボタンがどっか、あれ？あ、で、こっちをこれにすると、あ、かゆっ、すいません。よし、これでリボンもやっちゃおう。準備中。よし。でしたらこれをこっちに返して、こうしたら、あれ？待って、ねじれてた。ねじれてた。ああ。ねじれてた。いや。あ、でも待って。ほら、急にピッチリした。合ってる。やっぱりちょっとここだけねじれちゃったけど、多分これ合ってんだよね。なんかここだけねじれ、どうしよう、一回これをもう一回やってみようかな。意外と諦め。だからこのねじれ、なんでねじれたんだ。これをこっちです。よし、 OK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 。 でこのまんまこれがこう、よっしゃ、これで良いだろう、絶対に。意外と修正早かったよ。良くない？もう全然違う。わ、これさ、絶対合ってる。よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ。ほら、合ってる。やん、全然落ちない。ぴったりじゃない？なんかぴったりになった。わーい。わーいわーい。安定してる、めっちゃすごい。
ボンバグってる？リボンバグってない？でもあれ後ろあれちょっとこっちに塗ってほしいな。正解した。よっしゃ。結構音。背景変わってない。ショールームの。普通の背景になってる。あのここあハロウィンイベント10時で終わりやったんや。びっくりした。ここの背景が急にね、あのライブな感じになったわーあのステージになったから、えってのに、え、22時まで、え、じゃどうしよう私、え、着替えたがいい更新しなければあのまだハロウィンだけど、ちょっと私にとってもうステージでこの格好え、もうハロウィンじゃないの、どうしよう、ちょっとえ、もうハロウィンじゃない、もしハロウィンじゃないのにハロウィンじゃないのにハロウィンマジックがハロウィンマジックがスンってなったらどうしよう急に。まあでもいいか。いいのか。いいのかわからないけど、もう来ちゃったからね。今日中じゃないんだね。でも。22時までなんだね。あとやばいっ、背景がハロウィンじゃないからハロウィン感なくなっちゃったね、いっぱいハートしとこう。確かにテロップでなんとかハロウィン感あるけど。あ、なお高尾さやかしかカタンさん、ありがとうございます。可愛いなーって。いたずら。私は。いたずらできるような人じゃないんです。テロップでさ、ハロウィン感出しちゃう？そうしましょう。これでなんとかハロウィン感。本当？ハロウィン感出た？なおさん。
確かに背景よね、ハロウィン感出すには真っ白な壁なもんで真っ白。あとこのクマヤンたちがね、なんとかかぼちゃでハロウィン感が、私ハロウィンの思い出な、うん、なんだろうね、なんだろうな、10月31日、ね、オムライス作ろうにもね、もう冷蔵庫にケチャップしかありませんあ、ケチャップもね、お好みソースなら。なお、高尾さやかしかかたんさん、ありがとうございます。あと、うん、確かに広島っぽくなるかな、いい意味でえ、皆さん通信状況はいい感じですかね。通信いい感じ、なんか旅行よかった。ここがね、ちょっとどうかなと思ったんで、ウインク。できてるかわからないという。連続はできない。難しい。両目ウインクって何？キス顔やだです、キス顔は嫌です。キス顔は嫌です。寝顔やだ。なんで？うーん、恥ずかしいから。内緒ポーズでウィンク。できたか？寝顔をたまにしてる。あれは眠いだけ。多分。目線も恥ずかしいんだよね、なんかいたずら顔ってなんだ。マイマイキュン、マイマイキュン。そう、あのね、メイド喫茶に、メイドカフェか、
メイドカフェさん、メイドカフェに行った時のメイドさんがもうねすごかったの。なんか写真を撮る時にまず何々さんみたいな、こっちに来てくださいって言ってステージに上がって、でなんかみんなと撮る時とか、そのメイドさんみんなと撮る時になんかはいチーズって普通言うじゃないですか。それがもえもえキュンだったんです。はいチーズじゃなくてもえもえキュンって、もうすごかった。もう8人ぐらいいる時も全員が同じ速度で同じタイミングでもえもえキュンって、すごかった。私のイメージはもえもえキュンだったんですよ。それが写真撮るってなったらもえもえキュンほよみたいな、ファストバージョン、ファストもえもえキュンみたいな。え、そうよ、ふきん、みんな私たちとのツーショット会ポーズどうするとか、なんかえどうしようとか言えるけど、そんなんないよ。うん、もえもえキュンやけん。もうその時間ない、もう撮りますよってなったらもう8人ぐらい全員がもえもえキュンって言うから、もうポーズ撮っとかな。そこがもうプロだなと思いましたね。早かった、美味しくなあれ、もえもえキュン。そうなんよね、はい、もえキュンとかじゃない、はい、もえもえじゃない、もえもえキュン。あ、チェキは取ってからが大事な時間だから。あ、なるほど、そうだよね、そうそうだよね、もうそうです。そうです。結構頭に残った。うん、ね、プロいました。なんか確かシティーファンの方なんですけど。シティーファンの方が詳しいようで、ちゃんとね、ちゃんと漫画を描かれている方。あ、シルバーカード持ちです。シルバーカード、シルバーカードってことは、シルバーカードってえ、あー、そうなんだ、シルバーカード先生。なんかすごそうなんだけど。そう、先生ね、もう普通にコメントしてくださってますからね、配信で。ギュン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 、どうして、ギュンギュンギュン、そうなんだ、そうなんだね、やっぱ奥がね深いですよね、いろんな世界がありますからね。そう、その道のプロね。プラチナ目指してます。プラチナ、なんだろう、なんかよくわからないけど、ブロンズ
シルバー、ゴールド、プラチナどうなんだろうちょっとそんな感じなんでしょうか。もうゴールドの上ってこと。あ、ですね、合ってたなんか合ってた。ね、確かにね、すごいね。目指すのもいいですけど、 STA48 のこともね、ちゃんと追ってくださいねプラチナ500回。釘を刺しておく自由ですけどね、楽しみ方は燃え尽きないようにライバルはたかし、たかしライバルいるの、ライバルいるんだ。たかし本当や。たかし認知、あ、たか、あ、そう、あ、そう、あ、そういうことね。あ、芸人さん芸人さんのたかし、ちょっと待って、私ちょっとし、た、そのそのそのたかしさんと知らずにたかしって呼んじゃったんだけど、たかしすごいんだね。そっか。もろすぎる、ね、有名だね。あ、 AKB ファンね、ありがたい。 STA のファンにもなっていただきたいな STA のファンにもぜひお願いします。もうだ、一回も落ちてきてないから、やっぱり私合ってたんだ。もう見慣れてきました。まだ見慣れてない見慣れましたって言ったらちょっとカードが出るとこでしたけど着替え、いや着替えたらな、もうなんか着替えたらもうさ、誘導人バナバナがうん、着替えたらあれだからね、うん、オールスターズみたいになっちゃうから、もう伝説になっちゃうっていうかもう、え、んどうした、もう、え、お、え、どうなっちゃうの、えってなっちゃうからそう、オールスターズの次はないから、オールスターズの次に単体はもうちょっと難しいからちょっと言い訳に、言い訳ベイビー、言い訳ベイビーかもしれない。あ、確かに、あ、でしょ、そうでしょああ、言い訳ベイビー。あ、全然寒くない。なんだ、なんででしょうか。そうだね、来年も再来年もあるからね
写真まだ1枚も撮ってない。あ、来たかったやつ。これかわいいよ。来てほしいな。好きすぎる。イエーイ。どうやって写真撮ろう。なんかね、家難しいんだよね。なんか画角難しいんだよな。わかる。わかる。去年のピンクウサギ、ピンクウサギとかしたっけ。ピンクウサギってなんだっけ。てかウサギ、ウサギあるよ。ウサギあり。ピンクウサギ。それ私ですか？これなんか、あれ？これって、まさか。なんか、ウサギ、私ウサギに なったよ。なんか似てる。あれ？これ似てるな。撮ってみるよ。似てるな。ミンクならん。飛び出てる。ウサギさん、ウサギさんバージョン。なんかなんかでもちょっとなんか急に変わった。急に変わった。イエーイ。こっちのがユキ。したら脱いだがいい。これでファーストラビット踊るか。最初のウサギになろう。私の家が広かったらね、踊れるんだけど。
跳ねて、跳ねれ、跳ねれんのよ。跳ねて、跳ねて、跳ねて。耳と手袋がピンクのウサギの、あ、生写真のグッズか、去年のハロウィンってことか。あれは衣装ですね。もうこれ以上変身しようがないよ。どっちがいい？うさぎとベレー帽さん。あれ？ベレー帽さんどこ？あ、あ、こうやった。こっちが好き。わ、なんかこまやんご。松岡さん、ありがとうございます。ありがとう。くまやんがやってきたぞ。じゃあ一旦これでおるね。また後でどうなるかわからないけど。さっきつけたからね。水晶のウサギになるの。なんか気が絶対こう何か着替えさせたい方おる。私に。うそ耳似合ってますよって、ありがとう。やったね。うさやん、うさやんです。そうなの。チャイナは2位やったね。ね、2位でしたね。2位でしたが、なんでそんなに人気なの？松岡さん、ありがとうございます。ハロウィン、うさぎ、ありがとう。
返してください。チャイナでもあれですよね、全身見えなくても意味は需要はあるんです。そのスリットが好き、スリットが好きだとしたら、だってスリットだけ見れればいいんでしょ。ひどいひどい、ちょっとフフ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 フあ、決済がありがとうございます。もう声が裏返っちゃったよ、びっくりすぎて。え、可愛すぎるってありがとう。でしょ、私は配信中立たないで有名なんで、もし来たとてわかんないですもんね、果たして。盲点だったでしょでしょ、そこでしょ、だってなんか 前回なんで立ったんだっけ、あれよく覚えてないな。なんだったんだろうね。確かに確かに、写真ね撮れるかな撮れるかな、その格好で街は歩きませんよ私は。目立っちゃうんでね、やっぱり目立っちゃいけないんで、私は。みんなが縦でしつこかった、おもろいそうだよね、だってもう着てるもんね、着てるからにはみたいな。確かに、もはや着てるのに立たないってどういうことみたいなね、そんなのありえないみたいな。スリケンさん、ハッピーハロウィーン。ありがとう。うさぎぴょん。では仕事戻ります。あら、頑張って。じゃあメールに載せるかわかんないけど、載せなかったらどうだろう今。じゃあメールに載せるか今立つか、
どっちがいい？両方？どっちだ。でも実際ちょっと写真撮るの写真撮れるかな、ちょっと分かんないんだよな。撮り方がね、立って考えよう。なんで立つ？ね。てか先生いつまでいる？てか先生いつまで？すいません、そんなこと言って。違うよ、だっていつもだってこんなに長くいますか。ちょっと今日なんか気のせいかな。ちょっといつもだったら、締め切り明けだから、すいません、そういうことか。お疲れ様です、そういうことね。違う、ハロウィンだからコスプレしてるからかなってちょっと思ったんですよ。違うかね、それはそっちだよね。一押しだからか。じゃあ一回立つか。ちょっと腰が重いな。こんなに腰が重いのか。ちょっと今日レッスンしたけんかな。ちょっと今日レッスンしたけね。それが今ちょっと急に来たかな。腰は軽いはず。なんで知っとる。よし、でも実際全身見たいよね。なんかもうこんなにもったいぶって、逆にこんなに暗くなっちゃう。ここにね、壁があるんだ。まずこの壁がさ、ちょっと難しいんだ。後ろ、よいしょ。リボンがちょっとあれかな。これがクロス効果。後ろ姿立っ、ちょっとどうしよう。立つ、後ろ行けばいいか。
全身見せれなくない全身見せれないな。よいしょ、どうしよう。あ、無理だ限界を迎えた、限界を迎えました。端っこにいても意味がなかった。よいしょ。どうでしたか？なんかすごい、なんか大丈夫？あ、なんか喜んでる。なんか喜んでる。いいのか、なんか良かったのか。うん、うん良かったのかなんか良かった。よし、こんな感じでした。なんかコメント早すぎて読めないくるっと一周確かにしてないけど、なんか感知した。なんかよかった、最高。あ、これがな、写真がね、結構難しいんですよね。生きててよ、そんなに？なぜ？なるほど。なんか、なんでこんなにえ、なんかえっとま、いいのか。こん、立ったらこんなに喜んでくれるんだね、みんな。今まで全然立たなかったけど、立ったとてと思いよったけど、こんなに喜んでくれるとはな。頑張ってください。頑張ります。生きる希望が湧いた。いい、写真はじゃあ大丈夫か。写真はいいか。こんなに喜んでねくれたんなら、写真むずく。むずどうしようかな。どこで撮るか。
もう頑張ってみますね、じゃあ。イエーイ、ハロウィン楽しんでる？楽しんでるかい？さやのおかげで、嬉しい、よかったよ。SNS に載せてくれるはず。 SNS は絶対載せない。まだメールはありえるけど SNS はないかな。あはハロウィンですよ。メールに送ろうかな、頑張って。そうだよ、特別な方しか見せれません。人生で初めてハロウィンを楽しんでる。そんな。サーヤンよく頑張った。頑張った。トリート。いや全然、私あのモンセリフ言ってないんで全然まだ。まだあのメンタルはそこまで。モエゼリフはダメージがねありますからね、結構。あっていうあの説もあり。という説もあるよね、あのこの世の中にはさ、そういう説あるなって、なんか誰かが思ってた。誰かが思ってたよね。私は、知らないけど、何も、私は何も知らないけどね。だから、そう、トリックオアトリートの意味はね、トリックかトリートかどっちかよ。ハロウィンなんの、ハロウィンといえば、ハロウィンといえば。ハロウィンといえばかぼちゃ、かぼちゃよね。なんでかぼちゃなんだ。あとお化け、お化けもね、あの楽しんでますと。ハロウィンのだけはね、
ハロウィンナイトだけはかぼちゃもお化けも踊るよって、そういうこと。そう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 。メイドといえばオムライス。メイドさんといえばオムライス。オムライス美味しいよね。なんであんな美味しいんか。やっぱモヤモヤキュンしとるけんよね。魔法がかかっとる。オムライスといえば卵。卵だね、やっぱり。卵2つぐらいいるよね。まあそこはお好みで1つか2つか。そう、卵は、あ、確かにオムライスって黄色と赤、私のペンライトカラーだ。すごペンライトカラーじゃん。赤と黄色ね、覚えてる。ペンライトカラーは赤と黄色よ。オムライスで覚えて。うん。ペンライトカラーはちゃんと覚えてくださいね。赤と黄色ね。ケチャップ、そうケチャップね、ないんだよね今。いました、よかった。ケチャップ買わんといかん。お好みソースならあるんやけど、でもさっきご飯食べたからな。紹介、福岡県出身、いて座 B 型、高尾さやかです。コムテラもう何者なんかわからんね。ちょっとこうしよう。何者なんかわからんくなった。結んだらいいかな。
ゆるく。ごめん、控えめに言って最高。控えめに言って、キス顔嫌です。です。目をつむってもらう。嫌です。12秒。嫌です。口笛が合うって何？嫌です。嫌です。服顔、うん、あら、釣り犬さん、またもやめっちゃ可愛い、ありがとう。じっと目、テーペロ、できてた。流し目難しい。流し目やばより目できん。ここが垂れ目って何？垂れ目ってなんだ。嫌そうな顔。優しい顔難しいな。いつも優しい顔してるからな。困り。困りむずいな。難しい。
ードアップ。虚無顔。虚無顔好きな人いるの？なんで？なんでな？まんえみ？本当に見たい本当に見たいやつを言っとるんか、分かんなくなってきた。何でもかんでも言っとるやろ何でもかんでも言っとる。もうやだ。じゃあもうやだ。そんなことするんならそんなことをするんなら、どんどん、よし、どうですか？ベレー帽かウサギか。本当はベレー帽だった。書いてみる。よいしょ。ファーストラビット。バイバイ。いらっしゃいませ。お菓子はいかがですか？お菓子いりますか？いい子にしてましたか？
皆さんいい子にしてなかったということでお菓子はなしです。残念でした。我こそはいい子にしてたよって方はいますか？あれいないのかな。いないんですね。みんないい子にしてました？みんないい子にしていたんですね。じゃあいたずらはなしですね。そのままいい子にしていてください。それはなしだな。え？え、悪い子でした。悪い子でした。え？あれ？俺超悪い。え？悪いんですか？地元で有名な悪い。それだったら それだったらそっか、ダメだぞ。まあ、来年からはいい子にしましょうね。終わり。終わり。あー面白いな。終わり。この靴下、この靴下なんかすごい、ね、靴下さっき見せたやつ、さっき見せた、見えたでしょ。忘れたの。
セシタはこれは何だろう、別かな、別でなんかこのコスプレを買ってる人がまたこれも買ってますみたいな出てきた。別これ、そうなんや、セットが良かったんだけど、うん、うん、別ですよ、おすすめ。また全身見えんかった、毎回見ることは可能、いや不可能です。だってサンデさっき見てないの。あんなに珍しかったのに残念。残念だな。見せないよもう。さっき見たからいいでしょ。さっき見たから、うん、何回も見ないかんの。何回も見ないかんと。まあ、どういう、どういう、どういう、何があるん、ここに。一体何がある。夢、夢と希望があったのここに。待って、どういう夢と希望がここにあるん。そうなんだ、すごいね。すごい。すごいね。もっとなんかコメント早いな。どうした？ね、やっぱり人は何にでもこう、あのありますからね、希望が。希望がありますからね。でも多分だけど、本当に言ってる人は少ないでしょ。みんな多分この場を盛り上げようとしてるんでしょ。だってありがとね、私がこの前文字リフ言ったらなんかちょっと
あの盛り下がったみたいな感じでコメントがあったから、ちゃんと私がそんな傷つかないように盛り上げようとしてる。ありがとう。全然盛り下がってないよ。なんか盛り上がってる。嬉しいよ。この前ね、盛り下がっちゃったからね。そう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 。ありがたい、嬉しいわ。盛り下がっちゃうからね。ハロウィンですから、ハロウィンナイトですからね。みんなハロウィンナイトよ。盛り下がるのが一番辛い。配信は。撮った方がいいかな。たちが見ない。レディレディ撮らない方がいい。ハッピーハッピーハロウィンナイト。正座しただけ。できちゃった。どっちがいい？うん。ちょっとハロウィンナイト歌うことによってもどんどんスルーしてるみたいになってるけど。なんかスルーしてないみたいな。そうだね、萌え台詞、一個ぐらいは言うか。一個ぐらいは言うか。さすがにね。さすがにだよね。
ご主人様系ね。ご主人様系。じゃあどうしよう、どういう気にする。専属のメイドさん専属のメイドさんでご主人様系で大丈夫ですか。ついメイドご主人様お帰りなさい。今日はご飯何がいいですか。私あんまり得意じゃないんですけど頑張ります。もしよかったらご飯食べた後私のお願い聞いてくれても、聞いてもらってもいいですか。こんなちょっとおかしくなっちゃった。聞いて恥ずかしすぎやろ今の現実やったら。私聞いちゃったんですけど、私を専属のから解雇するって話聞いちゃいました。あれが本当ですか。してないですか。すいません今のはちょっと思い出し笑いして、今のは違くてすいません。嘘なんですか。ちょっとみんなのコメントがちょっとコメントがちょっとコメントがお願いなんですけど、よかったらご主人様の専属のメイドさんで、これからもいさせてほしいんです。ダメですか。私がお好みソースオムライスばっかり作るからですか。ケチャップがないから、お好みソースしかなかったんです。だってこの前
他の子の メイドさんのカチューシャが落ちてました。あれは私の代わりの子ですか。悲しくなっちゃって悲しくなっちゃって捨てちゃいました。許してくれますか。だってもうないんです。もう車に持ってかれちゃったんで今頃もう粉々です。今度からは捨てる必要ないですよね。だって私が専属なんだから。どうでしたか萌えゼリフ。どうでしたか。よっしゃー、最高だった。よかった。よかった。キュンキュンした。イエーイ、よかったよ。ドキドキしたの。ああ展開がね、展開が。そうです、専属でやったねー。やっぱ本気出したら私も言えるな。もうコメントがね、もう面白すぎて。コメントが面白すぎて笑っちゃったもん。だって、いや、うん、久しぶり。うわーす。
白かったよ。よかったね、みんな。みんなよかったね。でもこんな日さ、もう一年にさ一回しかないよね。今日はスペシャルじゃない？これがハロウィン。これは一年に一回しかないよ、私。すごいでしょ。うん。やばい。ハロウィンは1年に1回だよ。クリスマスもお正月も、でもそういう雰囲気じゃないもんね。クリスマスもお正月も。今日ハロウィンだよ。からコスプレしてるの。みんなちゃんと見た？見納めした？見納めした？もうこれ切るか分かんないから。ちょっと暗くてごめんね。いや。見納めした。言葉はいらない、見つめ合うだけでいい。これはインスタには上がらないやつやね。立つ、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 ちょっと立つた立つたやばい。立つた、唐揚げやん、唐揚げやん。ね、立つだけで喜ぶのもすごいけどね。みんなそれだけで喜んでくれるなんてさ。褒めてるよ、褒めてるからね。私がすごいの？私がすごいのか。私がすごいの。愛しい。2杯よね、多分好きなの。外配信、外配信寒そうよね。寒そう。
外は寒いですな。履いてる人に言うの。へえ。そう、買った。さっき、なんだっけ、ウサギだったけど。確かに後ろ姿もね、見せたか。女子コースに見えると違うんですよ。違うんですよ。ハロウィンのために来てくれたの？そうです。アンケート取って1位でした。よいしょ。これも着ないよ多分。でもどうだろう、リアルで何かあったら着るかな。リアルでね、見えないもんね、オンラインでしか。なんか教えてくれてきた。なんかこれ痛いな。もうコスプレが珍しいもんね。チャイナいつするかな。今年やもせんやろな。あんまり着ないんだよね。なんか恥ずかしいっていうか。チャイナそんな人気なんだな。びっくりだな。なるほどね。名前変えるもん、チャイナから。制服もなんか種類あるけどね。制服ね、もう人気だよね。あれ、キツネはお正月着ようかな。あれだった。エンジやばい。エンジね、どうしようかな。キツネちゃんはお正月に来ますね。確かに寒いか。そうだね、寒いね。エンジは世間がざわつくざわざわしだす。伝説か、もう伝説になった。
確かにお話し会でするか配信でするかと2択だったら配信です。お話し会でする勇気が出ない。そう、メンバーに見られるというそれもなかなかですよ。あ、じゃあそろそろ終わりですね。皆様そろそろ終わりですか。確かにリネのモナリザは、まあ、モナリネはすごかったけど、感動のハロウィン感動のハロウィンが、感動してくれてありがとう。立つ？じゃあ最後に立つか、そんなに言うなら。重要なこと忘れてる？立つこと？なんだ？もう一セリフ？え？もう一セリフ？キス顔はやだこんなにしてまでキス顔を嫌がるという。立つ言ってもちゃんと、え、でもちゃんと見てね、もはやちゃんと見てほしい。立っても、ちゃんとこの衣装を見てほしい。ごめん、見えないか見えなかった。ここで後ろ見る。じゃん、リボン。かわいい。よいしょ。よし。見ましたか、ちゃんと。ちゃんと見たかな。うん、でしょ。よかった。もうこれ着るかわかんないんで。なんだろうこの盛り上がりは何か何なのか分かりませんがコメント面白いよね
メント面白いんやが。なんか良かったです、そんなに喜んでくれるなら。とか言って全然ちょっとコメント見えなかったんだけど、あの後ろおるときは。そんなにね、確かに女の子これ見たら女の子これ見たらちょっと大丈夫そう。女の子いないよね、女の子いるか。よかったです。かわいいポーズ。イエーイ。いい感じ、いい感じ。よし、終了です。イエーイ。これよし、本当の終わりですね。背中はどんな感じですか？終わりが見つかりません。じゃあ壇上変わったら読みますね。もう悔いはない。え？そんなにみんな、え、ダメだよ。切り抜きなんだ、切り抜きだっけ。ダメだよ。ダメだからね、切り抜きしたら。
眠い。買った？ダメだから。釣りけんさん、なおさん、えりかちゃん、松岡さん、モビリーさん、バリーさん、ノムさん、神戸のヒッキーさん、ゆいぞうさん、むらさん、まいせんたん、りょうへいさん、台湾のこうさん、はちちさん、なんばのひさとさん、あぶてつさん、せいやんさん、ぶーちゃん、ピンストライプさん、たてさま、ボンビーさん、名前ないさん、マサさん、タトケンさん、キーさん、フジポンさん、ジンタさん、ユウキさん、トットリ太郎さん、マボロシさん、アーチアンさん、イナッチさん、ラクラクさん、メンタンピンさん、ありがとう。ハロウィン、ハッピーハロウィン。よし、ありがとう。よかったよ、みんなに喜んでもらえて。写真は撮らなくていいか。何回もちょっとちょっと匂わせする人。やめか。やめか。いいか。じゃあ切り抜きが上がってたら送らんとこ。上がってたら送らんとこかな、うん、それで盛り下がっちゃってから。それで盛り下がっちゃって、あ、もうやめとこうってなるかもしれん。確認しようかな、ちゃんと。最後にもう一度だけさやかりんの足が見たい。さやかりんじゃないんですよ私。さやなんですけど。かりんじゃないんですけど。サイアンなんですけど。どういうこと？最後の最後に人違い。ああ間違えちゃった。ああ、フフ。最後の最後に。
し、というわけでみんなぐっすりと寝てください。ぐっすりぐっすり寝て。安らかに安らかに寝て。まだ寝たくない。寝なさい。寝なさい。私はこれから写真撮影があるから撮るっていうね。愉快ですね。愉快だな。みんな。ありがとね。愉快愉快。ちょっと確認しようか。上がってないよね。上がってないですよね。あ、高尾さやかちゃんのコスプレ最高でした。やばかった、可愛すぎる。え、嬉しい。なんか嬉しいんだけど。高尾さやかちゃん愛おしい、良すぎる。え、なんか嬉しい。え、褒め言葉が、褒め言葉が嬉しいな。今んとこないな。じゃあねー。今んとこじゃ送るという方で。明日になったらどうなってるかわからない。じゃあおやすみー、バイバーイ。